科学テロを想定した訓練で、要救助者の除染を行う、第2科学防護隊の隊員山形駅に急行する、第6特殊武器防護隊の科学防護者。山形県国民保護共同実動訓練にて、科学剤検知機で有毒科学剤の検知識別を行う、第6特殊武器防護隊の隊員。第6師団の平成24年度師団科学連成訓練にて、 除染者の訓練を行う第一特殊武器防護隊の隊員科学科は陸上自衛隊の職種の一つ。各種科学機材を持って放射性物質などで汚染された地域を偵察し、汚染された人員、装備品等の除染を行う。職種標識の色はカ茶。NBC 兵器の検知、除去を行い、特殊武器攻撃による被害の拡大を防ぐ。地下鉄。 サリン事件が起きるまでは、化学兵器の製造を行う危険部隊であると誤解され、当時の社会党や共産党及び関係団体や地域住民の一部などから、部隊の解体、廃止を迫られていたが、同サリン事件の発生や、東海村 JCO 臨海事故などでの活動で、重要性や注目を浴び、今日では戦闘要素の変化もあり、 全国規模で科学化部隊の強化が進められている。部隊としては、陸上総隊直轄部隊の中央特殊武器、防護隊のほか、各士団、旅団直轄部隊がある。士団、旅団直轄部隊は、かつては、司令部付け隊内の科学防護小隊であったが、科学防護隊に改編となり、さらに科学防護隊から独立した特殊武器防護隊に、改編が進められている。 特殊武器防護隊は、二刀陸佐が指揮を取る。陸上総体直轄部隊師団直轄部隊領団、直轄部隊防衛大臣直轄機関、部隊政党や一部住民により行われていた反対運動であり、これに関しての出展は、第101科学防護隊の歴史及び地下鉄、サリン事件へ出動した隊員による、指揮等1988年3月に、 第二次団司令部付け隊の霊下に、科学防護招待が、陸上自衛隊の師団内の科学科部隊として、初めて編成された。招待本部、偵察班及び3個の除染班からなっていた。2001年3月に廃止され、師団司令部付け隊から独立して、師団直轄の第二科学防護隊に改編された。2019年3月に、 生物兵器に対する機材を装備されて、第2特殊武器防護隊となった。1992年3月に、第3師団司令部付け隊の励化に、科学防護小隊が編成された。2006年3月に装備を、科学防護者や除染者などを増強して、師団司令部付け隊から独立して、師団直轄の第3科学防護隊となった。2014年3月に、 NBC 偵察者導入に伴い、第3特殊武器防護隊に改編された。二刀陸佐を隊長として、隊本部、3個の CBRN 招待からなる。辞任は、約60名で、各招待の装備は、NBC 偵察者、除染者等が配備され、招待単位で、CBRN 対処ができるようになっている。ありがとうございます。